はい、ここもスタート成から始まりまましたね。えーま、ず5番の稲毛選手が前を出て、えー、それに続いて東口選手そして、えー、柏野選手も出てますよね、はいえー、その後ろには7番の芦澤選手も出て、まあ、渡辺裕太選手とここでドッキングですね、まあ、2番の東口選手が前を取ったので稲毛選手がこれから前に来て、えー、5番、2番、4番のラインが形成されると思いますね。はい。 そして渡邊雄太選手のライン3番のラインですね、3番、7番、8番のラインが1つのラインですね、で原田健太郎選手、今、最後方にいますけど、中段にこれから収まると思います。はと取りましたね、前から5番の稲毛選手、2番の東口選手、そして4番の北野選手。 5番、2番、4番のラインですね、そして6番の原田健太郎選手には9番の岩津選手、そして柏野選手、6番、9番、1番の一つのラインですね、そして最後方に3番の渡辺雄太選手、7番の芦澤大輔選手、そして8番の志村大河選手、3番、7番、8番のラインですね、大きくはこの3分線となりますね。でやはりこここののレース展開の、まあ、ここで そうですね原田選手がいつもと違うのは前にいないということですよね、もう前取って引いて、後ろで構えてて、まくるっていうのが原田選手の一発まくるっていうのがスタイルだったんですけども、やはり前走の岸和田とかでも初日、えー、先行してるんですよね、やはりそういうところで原田選手の先方に幅が出てきたっていうところもあるんですけども、やはりここは、うん。 戦力的にも緊急を見ていてもやはり調子のいいのは3番の渡辺裕太選手だと思うのでやはりここを皆さん支持されている方も多かったと思うんですよね、まあ、そこにまあ安定感のある自力選手、えー、稲毛選手がどう挑むか戦うかなんですけども原田選手、ね、ここは行かせるんですよね3番の渡辺裕太選手が原田選手を負担していますねここで稲毛選手ねもうこれジャンだったら突っ張っちゃうよって感じで今うまいですよねプレッシャーかけてますもんね ここで1回踏ませてですね、ここで行かせて4番手ですよね、これ原田選手見てください、ここですね、ポイント、これが原田選手の成長ですよね、あすくいつもあったら7番手構えてしまうんですけど、すかさずこれ出ていくっていうのは、明日からのレース、少しこれあの、ファンの皆さんも原田選手のこの仕掛けの速さ、これをポイントにするといいと思いますね。あとと自分がちょっっ残念なのは中断を取っている 言うんですけど3番の渡辺雄太選手、ずっと後ろを気にしていて稲毛選手をまだ見ている、まだ後ろを見ているんですよね、後ろにラインがついていることを意識していないんでしょうかね、この辺がちょっとうん渡辺雄太選手には少し課題があるのかなと思いますよね、原田逆に原田選手はしっかり2着まに粘って、岩田選手が1着、えー、お見事なレースだったと思うんですけど、このレース、ポイントは原田選手の仕掛けどころがいつもより速い、はい、レースに構えるんじゃなくて、すかさず叩き行きますよね。はい あのレースの、えー、動作力というか行動力というのは自分は評価してもいいんですよねだからやはり明日からのレースにねこれをちょっと原田選手もチェックですよね、そう思ういいレースだったですね。これはねはい